プロジェクトとといいう NPO をやってままますすす青山と申しししよろしくお願いします僕たちは、えー、ゴミを素材として物を作っています。今日僕がつけているこの蝶ネクタイやこのバッジこれも元々ですねゴミだったものから作られています。じゃあ僕らがどうやってゴミから物を作っているかという話の前に今日は日本で ゴミがどういうふういいいに出さされててるかという話を少しさせていただきます日本のゴミはですね大きく分けて2種類みんなの家から出る一般家庭ごみと会社などの企業が出す産業廃棄物この2つに大きく分けられますみんなの家庭から出る一般家庭ごみこれ日本中で1年間にどれぐらい出ているかというと約1年間 5000万トン出てるんですねこの5,000万トンという数もうとんでもない数なんですけれどもちょうど上野動物園が近くにあるので、まあ、ゾウさんが1匹1トンだとすると5,000万匹これもすごい数ですでもうちょっとこう身近にあったところの話をすると2011年の3月11日に東日本大震災地震が起きて 津波がやってきてたくさんの家が壊されがれきが出ましたでこのがれきの量ですねこの地震で起こったがれきの量が約2500万トンと言われているので皆さんの家庭から出るごみの約半分、まあ、あのがれきの量の2倍のですね量のゴミが日本中の家庭から出ていますもう一つ企業が出すゴミ これ産業廃棄物と言われていますけれどもそのゴミはですね、この家庭ごみのなんと8倍4億トン出ていますでこれだけ多くのゴミが今日本中で出ていてですね、えーまあ、これ日本中ではなくて世界中で出ているので非常に深刻な環境問題に今なってはいるんですけれども えー、もちろん皆さん、ゴミを出さない努力ってされてると思います、あのリサイクルショップもたくさんあるので、えー、使わなくなったものは売りに行ったり、まょ、あ、うにあげたりあの、バザーに出したり、そういうことはしてると思いますが、それでも、まあ、一般の家庭も会社も、捨てたくないけど、捨てざるを得ない、えー、そんなゴミがですねあの積もり積もって、家庭ごみで5000万トン。 企業であ4億トンという大変な量になっています。で僕たちはですね、まあ、ニューズドプロジェクトというんですけれども、ニューズドというこの言葉の意味には、ユーズド、中古や古い、ニュー、新しいという意味が含まれてまして、古くなってしまったものを新たな視点で見ることで、別の新しいものとしてよみがえらせる、えー、そういった活動をしています。じゃあ 具体的にどんなものを蘇らせているのかというところを説明していきます。アクリルですね。これ、あのこのあの33。31からもすごい近い足立区のあの工場なんですけれども、アクリルのみんなが持っている。あのおもちゃとか、あの携帯電話につけるようなストラップ、そういったものをですね。あのすぐ近くの。 あの足立区の工場で作っているんですけれどもこれあのおもちゃを作るときにどうしてもアクリルの廃棄の板といってこの形を抜いた後の板がです、ね、ものすごい量出てるんですねこれを僕たちは一つ一つ組み合わせてかわいい色になるようにバッチやこういったピアスにして商品に再利用しています。 他にも、えー、自動車の、えー、解体工場から出る、えー、ものですね、これ、自動車はあのほとんど解体してリサイクルできてるんですけれども、シートベルトやエアバッグなど、その安全性に関わる部分というのは、再利用が法律でできなくなっていて、えー、今でも、えー、燃やされるとか、まあ、埋め立てされるとか、そういった処理になっています。 これらシートベルトを僕らはまあリサイクルして回収してきて一つ一つ洗浄して今僕がつけているのもそうなんですけれども蝶ネクタイに再利用したり自動車の鍵はこういったキーホルダーに直して販売をしています他にもドームの生地ですねこのスタジアムだとか駅の屋根東京ドーム この屋根作るときもたくさんの廃材が出ていて僕らはこの廃材を使って書類ケースを作っていますこれあのこのドームの生地すごく頑丈で燃えない素材なので書類を守るというあの意味ではすごくこう使える素材です他にもマンションのですね宣伝用のシートですねこれも本当短いと2週間とか 長くても1ヶ月2ヶ月宣伝で使われたあとはこれ全部工場の方で廃棄されていますでまああのバッグにしてる人とかもたくさんいますが僕らはこのマンションの宣伝用のシートを一つ一つきれいに洗ってこれもともとシート外で使うものだったので、まあ、うさぎさんの形にしてあのガーデンプランターとして 今再利用ししてて販売をしています他にもあのキーフックですね、あの宣伝用のシートをつってた部分はキーフックとして再利用したりしています。あとはすごく皆さんの,あの身近なところであの学校の椅子や机ですね、これも、まあ、5年とか10年、すごい短い単位であの入れ替わってるんですけれども、僕らはこの椅子の まず背もたれの部分を使ってハンガーを作ったりテーブルを作ったりしてます他にも、まあ、まだまだたくさんあるんですけれどもこれで最後にしますが、えー、新聞紙ですねこれはの図書館で読み終えた英字新聞これも僕たち回収してき,してきまして一つ一つ手作りで、えー、バッグを作って、えー、販売してます で今あのあの、たくさんいろんなお店に入るようになってきて実はあのこの3331の1階でもです、ね、あのニューズドア、お店を今4日までやっていまして今見てもらったものは買うことができるんですけれども、まあ、いろんなお店に、えー、商品として販売をして廃材でできている、まあ、ゴミからできているというふうにはなかなか思われないような、えー、素敵な商品を、えー、生み出すような。 活動をしていますまあただ僕たちが商品にできているのはその廃材の中ゴミの中でも本当に一部分しか過ぎなし過ぎません。あのまあ九十九点九パーセントは多分まだゴミとして捨てられていると思います。でそれらのゴミをですね。 えーまあ、新しい価値を与えて次のものによみがえらせるという考え方をみんなには知ってほしいと思っていますでこういった僕らがあの次の商品に生まれ変わらすようなあの活動ですね今アップサイクルというふうに呼ばれていますこのアップサイクルという考え方はその素材ゴミをですね素材として捉えてその素材が持つ特徴例えばシートベルトだったら 洗ったらすごくきれいになるとか。さっきのドームの生地だったら、元々のあの素材の強度がすごくあるとか。そういった素材の持つ特徴を次の商品にして活かすようなあの取り組みのことをアップサイクルと言います。まあ、僕たちはそのアップサイクルという考え方を。皆さん一人一人がもっとよく理解してもらって。家でもできる？ まあこういう仕事にもなるということをもっともっと感じてもらって一つ一つ廃材ゴミを素材として捉えることでさっきのゴミの山が半分になって3分の1になってどんどん少なくなっていずれはそのゴミという考え方もまあ地球上からなくなるみんなが素材として捉えてものを作っていけるというような 社会を目指しています皆さんにもそういうことを理解してもらいたいと思っています僕の話は以上ですありがとうございました